はい、こんにちは、カツオです。今日もですね、ちょっと近場をね乗っていこうと思います。3月のね末ですけれども、だいぶね寒い状況でございます。昨日ですね、 YouTube でクランクを短くしましたという動画を上げたんですけれども、思いのほかですね、一晩で1万回ね見ていただくというすごいスピードで紹介数が伸びました。またね、コメントもね約30件ぐらいですかね、普段とは違うコメントをたくさんねいただきました。ありがとうございました。やっぱりね、このクランクをね短くしたことによる皆さんのね興味関心が非常に高かったんじゃないかと思います。デュラエースをねアルテグラの160に交換いたしました。前回はねファーストインプレッションということで、登って下って登って下ってを行ってきたんですけれども、今回はね少し、まあ、上り中心ですけれども、平坦もね入れるようなコースを取っていきたいと思います。で、今回はですね、前回はサドルはもうそのままの高さにしてたんですけどね、今回は約1センチほどね上げてみました。ただ前後位置は変えてませんので、どんな効果がね出るのか楽しみでございます。それからネペストもねそろそろ700キロぐらいになりますので、最終的なねレビューをしていきたいと思います。アジリストファーストも相変わらず調子がいいので、これをね合わせて確認をしていきたいと思います。ということで行ってまいりましょう。一旦ね走りに出たんですけども、わずかこんだけ上げただけなんですけどね、ちょっと高すぎてもう全然ダメでした。クランクと同じ分だけね上げた感覚だったんですけどね、1センチね約ね全然ダメだったので、ちょっと下げます。ここでちょっと、はい、サドルを下げてですね、漕いでみました。5ミリほど下げたんですかね、劇的に変わりますね乗り心地が。はい、これだとヒルクライムでも踏めるような感じでございます。ただね、もうちょっとだけねサドルを本当は前に出してもいいような気がいたしますけれども、まあそれはちょっと一回登ってみてね、考えてみたいと思います。ここからロユー道路をちょっとね途中まで登りたいと思います。ここは一番シャドウの、ね、きちんと登ってます。300ワットちょっと、やっぱり、ね、足の上げる角度が低いので上げやすいです。バンシングはねやっぱちょっとクイックになるから進まない感じがする。はい、お疲れ様でございます。登ってまいりました。しんどくなってからの足上げがやっぱりね楽な感じはいたしますね。まあしんどいのには変わりないんですけど、クランクがね短くなった分のパワーロス 6% って言われるのはそんなに感じないですね。そんなにとかほぼ感じないと思います。ただやっぱり確かにダンシングは長い方がやりやすい感じはいたしますね。太ももをねやっぱり上げるこう角度が下がると思うんですよね、170に比べてね160は。それがやっぱりね楽ですね、楽です。ただ少しケーデンスをね上げなきゃいけないような感じもしますので、まあ、どっちが速いかと言われるとちょっとまだ分かりませんけれども、170よりは足の負担は少し楽になっている感じはするのと、回しやすいのは私はそのように、ね、思いますね。もう一本登ります。はい、2本目が終わりました。サドルをねもうちょっと前に出したい感じですね。もうちょっと前に、うん、出せますね、出したい感じがしますね、まあ、去年とね違ってここ1センチぐらいもう切っちゃったのでね、うん、どうなんだろう。もうこれはもうこのまま帰れないので、ちょっと前に出した方が良さそうな気はいたしますね。ダンシングも車体をねうまく振ればいけそうな気もするので、170に比べるとね若干パワーロスは感じますけれども、もうちょっと長く乗って慣れていきたいなと思います。4本、今1680ぐらいに、ね、登ってきてますね。やっぱり、ね、登ってくると、うーん、太ももの後ろが痛かったのが、そこね使わないようなペダリングのやり方を体がね自然としていくので、ちょっとまたね
クランクを短くしただけではないような気もしますけど、自分なりの登り方がなんか見えてきたようなね感じがしないでもないです。やっぱダンシングはちょっと効率が悪いです。それと平坦はねやっぱもうちょっと 長く走ってみるとわからないですね。ちょっと疲れてろれつが回ってないですが、まあ、170ミリと160を比べてやっぱ170の方が登りきつくなった時に足の負担が私には大きいように思いました。ヒルクライムレースは160で行った方が私個人的にはいいような気がします。これも人それぞれなのでいろんな理論でこうだあだっていうね、話もあると思うんですけど、試してみないとその人に合ってるかどうかっていうのはちょっとわからないような気がしますので、私は山を登ることにおいては160の方がいいような気がしました。今日は以上でございます。疲れた。はい、帰りましょう。